最初のチュートリアルで情報を集めることについて一言二言お話しました。オンラインでプレイする場合でも前に説明したことと同じポイントに目を光らさなければなりませんが、ここではコンピューターの前に座っている場合に対戦相手について特に観察すべき事項をいくつか挙げます。ちゃんと参加しているか。オンラインのテーブルで持ち時間を使い切ってしまうプレイヤーを時々見ることがあるでしょう。もし頻繁に起こるようなら集中していない可能性が高い。映画を見ていたり仕事や料理している可能性も。そんなこと誰にも分かりませんよね。参加していないと分かった場合はとにかくプレイしてブラインドをスチールしよう。参加していなければ自動フォールドしますから。チャットボックスを使っているか。ほとんどのオンラインプレイヤーはチャットボックスを全く使わないようにしていますが、そんな時こそ有利になるように使おう。いろいろと注意しなければならないことがありますが、よくあるのは泣き言や他のプレイヤーに対する侮辱です。これを活用しよう。ティルトになることだってある。オートチェックボックスを使っているか。チェックが早い場合はそのプレイヤーがオートチェックボックスにチェックを入れていることを意味していることが多い。弱いというサインだ。もし強いプレイヤーならオートチェックなどやるはずがない。ここでバリントリアルがフリップとターンで素早くチェック。そこで弱さを感じ取ったシーウィーがベットし、これまでトゥーストリートで弱さを見せていたバリントリアルはフォールドしました。どのくらいのスピードでプレイしているか。対戦相手のプレイスピードをよく観察しよう。ここではオールラブオールインに注目です。彼はとても素早くプレイしてきましたが、何かが起こって今回は違います。ターンをベットするのに長い時間をかけているのです。これは良い反動を持っているというサインになり得ます。リバーにも時間をかけていますね。対戦相手はレイズし、オールラブオールインはコール。驚いたことに彼は2ペアを持っていました。同様にフロップの後にチェックするプレイヤーも弱い。この例ではボタンのポジションからレイズしましたが、オールラブオールインはスモールブラインドからコールしました。さあここで彼が素早くチェックするところを見てください。ほとんど一瞬です。これは弱みを見せたことになりますね。こちらは弱いハンドではありますが、Cベットが得策でしょう。彼はすぐにフォールドし、こちらはポットを勝ち取りました。